皆さんこんにちは、こんばんは。ザマスナオトです。スペシャルウォークでコンプしたのでメタ金2戦目やっていきたいと思います。装備や心構成に関しては左側に乗ってる感じです。で、今回はメタ金をロマン法でやっていきたいと思います。で、1ターン目魔剣者超越の投資をやります。で、ラッキータロットを魔剣士にかけます。で、ここで攻撃力が3段階ですね。で、あとは防御ですね。で、3ターン目にフォースブラストを仕掛ける感じですね。で、ここは、防御か。で、魔剣士は超気合痛めですね。で、大神官はアンコールを守り人にやります。で、守り人は応援を魔剣士にやります。で、大魔導士は開封のボレロをやります。で、ここで準備が揃ったので次のターンですね。このメタ金の攻撃を耐えて、で、3ターン目ですね。で、不死鳥のホムラですね。で、これが魔剣士にかかります。で、魔剣士が研磨合一来た。研磨合一来てからのフォースブラストで、このダメージを見てください。覇王山で会心で26万ダメージ、ほぼ一撃で倒しました。で、心が A ランクで、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録のもお願いします。で、最後にメタ金の真珠ですね。